洋画プロムナードは東京都世田谷区の東急田園都市専用画駅と世田谷美術館を結ぶ遊歩道。1986年竣工、洋画プロムナード歩道に敷かれた100人一種約半分500メートルをイラか道が占める。新規に用地買収を行い、美術館利用者のみをターゲットとした歩行者、専用道を作るといったものではなく、 すでにそこにある土地の外区の生活道路を交通量の綿密な調査をした上で再構成した保守共存道路である。淡路瓦による舗装、水路やファニチャー類をふんだんに取り入れたデザインと公園のような雰囲気の道空間が形成されている。並木道は地域の人々が活用できるファニチャー類が配置され生活の場として機能する。 設計者である造設計集団によれば、日本の道づくりは経済を重視のために車を通すことを優先させてきた。そのために昔の道が持っていた多様性を戦後排除してきた。しかし、イラカ道ではその多様、要請を持たせたかった。子供が遊んだり、お母さんが来ておしゃべりをしたりする。そんなことが、 日常的に起こる生活の場としたかったとコンセプトを話している。これは歩行者と自動車の空間競争に一定の回答を示し、道が本来持ち合わせていた広場的機能を再現した例と言える。通り過ぎる人々をこの場につなぎ止める工夫を辞書に施し、生活の舞台としての道空間を実現している。歩者共存道録域である道のホールにも、 ご斜道の区別なく瓦が敷き詰められ、ヒューマンスケールの獲得に成功している。ありがとうございます。